第1問、師弟タッグを結成。何を選ぶ？小田切豊の I love you。 それからまた2人は目を閉じるよ。悲しい歌に愛がしらけてしまわぬように。それからまた二人は目を閉じるよ。買うし、愛がしらけてしまわぬように。それからまた二人は目を閉じるよ。買うし、しらけて。ここちょっと確認なんですけど、あいよ歌のところ、うん、ウッドゥーって言ってました今。言ってる。またネイティブ出ちゃった。買うし、ウッドゥーに愛がしらけて。何を選ぶ？平井堅の瞳を閉じて。消し去ろう。うますぎる。マジでこっちだけでマジで聞きたい。前な、本気で怒ってる人おるやろ。こっち聞きたい。そう、こっちの意味だよ。そう、クリアこそが正義。おいさん行け。鬼レンチャン達成まで残りあと5曲。いや、続行すなよ。何を選ぶ？布施明の君はバラより美しい。歩くほどに踊るほどにふざけながら焦らしながらバラより美しい。なんてどこまで俺の声量が出せるかというなら疑問やなって言ってる。テロップ出てるからやけど。お前な、分かったな。目に見えない翼広げて、すごいわ。静かに君は変わった。ここはな、愛知るほどに笑うほどに夢見ながら愛しながらバラよりつくし。切なくて愛しくて吸い込まれてく、たった一つのこと約束したんだ。これから二度と離さないで、たった一人のため歩いて行くんだ。あなたに二度と悲しい歌聞こえないように。史上一番高音が出てくる
よし歌やね今まで歌もん。ホイケンタカ商法では補えないぐらいやばい音程やね。だからもう裏声の向こう側や。裏声の兄弟から兄弟頼むぞ。瞳の奥にいる小さな未来の光。オッケーオッケー。ホイさん切なくて愛しくて吸い込まれてく。よし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 。たった一つのこと約束したんだ。でも次ホイヤ。ホイヤオッケー。くるくる。何やねんこの音。古くもう一回聞いてみましょうか。言ってるだけです。そっちじゃあどうぞ。変わったよ。古くも何完全に。いやいやちゃんと歌ってますから完全に。お前歌ってます。明日から子供たちが鳩のこと嫌いだしたらどうすんねん。